バーゼル SBB 駅と中央駅前広場、バーゼル SBB 駅と呼ばれることもあるわ。スイス、バーゼルにあるヨーロッパ最大の国境駅である。スイス国内の列車とドイツへの長距離列車、パリへの TGV はここ、バーゼル SBB 駅を発着している。フランスのアルザス地方へ向かう地方列車は隣接するバーゼル SNCF 駅を発着している。このため、 プラットフォーム上に出入国管理のためのゲートが設けられている。ドイツへ向かうローカル列車はバーゼルのもう一つのターミナル駅であるバーゼルバディッシャー駅を発着している。ネオバロック町の正面玄関を持つ駅舎は1905年から1907年にかけてエミール・ファエシュとエマニュエル・ラ・ロッシュによって建設されたものである。バーゼルに最初に到達した鉄道は ストラスブールバール鉄道であり、1844年のことであった。続いて1845年に、同社のアルザス線の駅が初めて城壁内に設置された。これによりバーゼルはスイスで初めて鉄道が敷設された町となった。鉄道の敷設後、バーゼルでは今後鉄道の建設を続行して、スイス中央部やゴッタルド峠方面へ延伸すべきかどうかについて、 熱心な議論が行われた。さらに、北方のマンハイムカールスルーへ方面から、ラインタール線が線路を伸ばしてきて、1851年には、スイス国境の町、バイルアムラインのハルティン原地区まで到達した。1853年に、バーゼルで、経済的な中心である、スイス中央部の州へ連絡するために、スイス中央鉄道が設立された。これはさらにそのウルテルンから、 ゴッタルド峠を越えた交通を建設していくという構想も含んだものであった。バーゼル動物園の公園広場を越えるバーゼルの高架橋は1902年までアルザス線の予定線であった。今日ではこの高架橋は自動車と路面電車の系統1、8の運行に使われている。欄間の印はその名残である。1854年に ハウエンシュタイン線の建設工事が始まった。バーゼルからリースタルエイタル最初の区間が開業するまで、バーゼルの駅をどの位置に建設するかが活発に議論されたが、決定には至らなかった。1854年12月19日の開業に間に合わせるために、スイス中央鉄道は、ルードビッヒマ・リンクの設計による木造の仮駅をエンゲル通りとランゲ通りの位置に設置した。 間に合わせとして建設された、控えめな建物は6年しか用いられなかった。鉄道の設備としては、駅舎、貨物和や、車両や、機関車の車庫、線路終端にターンテーブルなどがあった。単に駅舎が線路の北東側の脇に立っていただけで、本格的なターミナル駅であるとは考えられていなかった。駅は、スイス中央鉄道の線路の起点であるだけで、フランスの鉄道や、 1855年にラインタール線が建設したバディシャー駅などとの接続はなかった。1857年6月29日、バーゼル州議会はスイス中央鉄道とフランスの鉄道線を接続し、さらに高級的な駅をエリザベス要塞の前に建設することを承認した。土地の購入費は町が負担した。1859年の初めにスイス中央鉄道は、 マリンクの設計による駅舎の建設を開始した。これには、グンデルリンゲ地区の旅客駅と、その脇に設置した貨物駅、2つの機関庫を含んでいる。機関庫のうち1つはスイス中央鉄道用で、もう1つは東部鉄道用のものであった。1860年6月4日、新しいバーゼル中央駅が開業した。 ただしすべての設備の完成には1861年5月までかかっている。駅の建物は北側を新しく建設した駅前広場に面して建っていた。この駅は共同使用駅で駅から東へはスイスの鉄道が西へはフランスの鉄道が伸びていた。貨物駅と機関庫は駅舎より南側に位置している。その後のバーゼル中央駅関連の開業事項は 以下の通り、ナオコの間、1871年に、不仏戦争の結果として、アルザス・ロレーヌ地方が、フランス領から、ドイツ領になったため、フランス東鉄道のアルザス・ロレーヌ地方内の区間は、エルザス・ロートリンゲン帝国鉄道となり、ドイツ領と結ぶ路線となっている。増大し続ける、交通量に対して、バーゼル中央駅の処理能力は限界に達していた。手始めに、 貨物列車の解決作業が1875年に駅の東側のアウフデムールフ仮装車場に移転した。さらに街の交通の障害となっていた踏切をアルザス線と中央駅を通り抜ける地下道もしくは古線橋により除去する検討が始まった。1874年にはすでに歩行者用の仮の木造古線橋がマルガレー通りとオイマット通りにかけられ、 これは後に、構成のものに置き換えられた。1879年には、現在では、ペーター・メリアン教になっている場所で、プフェフィンガー通りが地下道で開通した。鉄道の国有化に関する国民投票を受けて、1898年に、連邦参事会が以下の通り決定した。最終的な中央駅の建て替え計画は1899年にまとまった。 1900年3月16日、連邦三次会が建て替え計画を承認した。駅とその取付線を掘り下げる工事は、慎重な計画が必要であった。まず最初に、貨物扱いが、ボルフ奏車場に移転され、続いて1901年5月12日、アルザス線の新しい半地下式路線が開通した。これによって空いた駅の南側の土地に、仮駅が建設され、 1902年6月2日に営業を開始した。同様に南側のギター通りの拡張も行われ、さらに2本の路面電車の路線の工事も行われた。仮駅舎は1907年6月24日まで営業し、その後仮駅舎は縮小されまた2本の路面電車路線がギター通りを越えて直通運転するようになった。 1902年から1903年にかけて、旧駅舎は解体されている。1902年に、スイス中央鉄道は新しく設立された、スイス連邦鉄道に移行した。これに伴い新しい駅は、バーゼル SBB 駅と呼ばれるようになり、スイス国鉄最初の大きな建築工事となった。イー・ファエシュとイーラ・ロッシュが設計した、新しいバーゼル SBB 駅は、 1907年6月24日に営業を開始した。駅の建物は国際乗り換え旅客のために税関設備を併設したバーゼル SNCF 駅が西側に立っているため非常に長いのが特徴である。非対称な駅舎の外観は当時の連邦建築の代表的なものである。内部は広く天井は高く作られている。建物は中央駅前広場に向けて建てられ、 二つの時計塔の間に巨大なチューダー調様式の窓を備えている。他でもなくバーゼルのターミナル駅であると誰でも容易に認識できる特徴がある。時計塔にある入り口を入ると鉄骨製のアーチを、備え駅を敷き詰めた床のあるメインホールに出る。壁側1920年代のスイスへの旅行者向けの広告を使っている。宿泊案内所と両替所が壁側にある。 かつては手荷物託送や手荷物預かりの窓口がこの辺りにあったが、現在では地下へのエスカレーターや階段の途中付近に移っている。東側では現在の旅行センターで手荷物関連の扱いが行われている。北西側の胸では一棟、二棟客向けのレストランになっていると三棟客向けのレストランがあった。駅はバーの存在で有名であった。 しかしながらこうしたサービスは1990年代に次第に取りやめられていった。一部のレストランが残っているほかは、こうした空間は綺麗に飾られて様々な商業用途に転用されている。駅前広場から西へ中央駅通りを行ったところに別な入り口があり、アルザスへの列車が発着するバーゼル SNCF 駅となっている。プラットフォームは、 方面別に分けて使われており、当初は私鉄時代と同じ配置であった。駅には十四の番線があり、東端式の一から三番線は当初はローカル輸送用であった。四から十番線は屋根で覆われていた。この屋根は1九百五年にバーゼルの物社が提供したもので、幅は九十三メートル、長さは百二十メートル、二百三十メートル、二百メートル、 あった4番線は、フランス側の駅に通じて、フランスの電化方式である、交流2 5 0 0 0ト5 0ルツとスイスの電化方式である、交流1 5 0 0 0ト1 6 7 h z を切り替えることができるようになっている。駅の南側に、伏線の半地下線があり、バーゼル総車場となっている。無点とフランスの路線を結び、貨物列車の直通運行を行っている。半地下に、 駅全体を掘り下げているため、駅の番線をこれ以上拡張することは難しいものとなっている。しかし、グンデル人間ンン地区への歩行者地下道を延長して、南側に11番線と12番線を増設し、さらに2003年には、ショッピングモールと14番線、15番線の建設を行っている。これにより1982年のタクトファールプラン導入とその後のバーン2000。 計画導入に備えて線路容量を増強している。さらに16番線と17番線を増設する計画が進められており、すでに準備は整っている状況である。2003年にはプラットホームホールの西側の端からメインホールまで線路の上を追いグンでデ,ディンゲンチックとプラットホームを相互に結びつける新しいペデストリアンデッキが完成している。このショッピングゾーンを備えた ペデストリアンデッキは長さ185メートル、幅30メートルで、かつての暗く小さな地下道を置き換えている。地下道は現在では、鉄道の運営管理の目的に用いられている。このペデストリアンデッキは、スイス国鉄の新しい商業施策でいるシティの一環である。ペデストリアンデッキ建設に伴って、鉄道営業案内はメインホールから、かつての手荷物扱い所の場所へ移転している。 メインホールの旅客サービスカウンターも1987年に撤去されており、これによりメインホールはその広さをより強く印象付けられるようになった。バーゼル信号国書1998年から1999年にかけてスイス国鉄の発注で新しい信号国書が建設された。この目立つ建物はヘルツォークドムーロンの設計によるものである。 ありがとうございます。